私、淡井圭介ですが、平井さんか宮田さんいらっしゃいますでしょうか。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい。まあ、これちょっといろいろ書類のことで聞いて、まあ伝言メモだと3ヶ月しか保存できませんので、まあ記録させたい、させてくださいということで許可いただいて、まあ動画での公開も最後の方で認めてもらっています。あ、いいですよみたいな形で、まあ話が、もしもし、あ、すいません、もしもし、はい、はい、あ、すいません、ちょっと2人とも出かけておりまして不在なんですが、どういたしましょうか。はい、収入認定額という欄がございまして、はい、就労収入として24,375円ということなんですけども、はい、まあ、どう、なんでしょうか。あ、それちょっとやっぱり担当でないとわからないですね。出していただいた収入申告を本当に計算しているとは思うんですが、まあ、はい、僕YouTube とかで動画とか撮影とかしてるんですけども、はいはい、そのまあ元々行政の方たちとか解体しなきゃならない建物だとか、まあそういうふうなこと、はい、云々っていうのはもう27年ぐらい前、その神戸市のホテルグルーツラパークでもそういうふうな話とかもありましたし、はい、もうどういう経路からお金が入ってきてるのかなっていうところが一点と、それとあと、はい、まあ去年まではその冬場の燃料費みたいな形で、はい、冬場の、はい、まあ、1万いくらだったか、はい、冬季加算だったと思うんですけど、冬季加算は2630円ぐらいですね。11月から3月、一応11月ついてるんですね。あ、はい、ついてるはずです。で、12月は年に1回だけの期末一時扶助っていうのが1万4000円ぐらいついていますね。あ、これ、右上の方は令和6年11月7日ということで、保護変更の月日が12月1日なんですよ。で、はい、これって、はい、ごめんなさい、はい、元の基準額は79,870円で、これに14,000、その、160円ですかね、はい、はい、それ足して、94,030円。あ、それはそうだと思います。はい、で、その収入認定額っていうのは、これは何でしょう、はい、一応基礎控除とかもあるんですけども。あります、あります。これは国民年金とかのことですか、はい、どうでしょうね。ちょっと待ってくださいね。はい、もしもし、はい、あ、やはり何かお仕事された収入が、何本かな、5万円ぐらいあったということで申告をされたんではないですかね。それで経費を引いて、ちょっと待ってください。特に、はい、私、はい、だからいや、お金の経路はよくわからないんですよ。僕が上げてるその動画の件とかでそういうようなお金の計算をしてくれてるのかなと思ったんですけども、はい、特にこれ、はい、ちょっと待ってくださいね。まあ、やっぱりこの稼いだとされるようなお金のところを、はい、その、はい、手元に1万5000円残る話とかはないっていうことですよね。だからこれ、僕もよく分からないですよ。いろんな話とかありますし、経費の方が多くなってるので、収入、働いた分ので、保護費は減額はしていないですね。減額していないのかな、これは。あ、ごめんなさい、保護費の移行で減額をしてる、してないのところがよくわからないんです
ですよ。その、はい、いや、その、はい、おっしゃってる意味が、その、全くこちらの方が理解ができないっていう、はい、その言葉のワードの意味、その辺のところはどういうことなのかなということなんですが、はい、あの、なんかお仕事されて収入申告したっていうことはないんですかね。ええ、別に用紙書いてないからだと思うんですけども、だからこれなんか政府の方が動いてくれて、はい、いやこれは本当は働いたことになるはずだからだとか、はい、そういうような形で動かれた方がいるのかどうか、まあ、この間裁判所にまあちょっとしたあの裁判の内容を、まあ、行って結局形は棄却なんですよ。なるほど。で、はい、いやいやけどね、僕の裁判でもその神戸市立ホテルフルーツやパークで土日祝日の割増賃金が払われていなかったと。でそれについては裁判所で裁判を行って、はい、で、はい、まあ、その当時、藤田課長だとか三木代表取締役とか神戸、ワインの方たち、現在名称神戸ワイナリーの人たちだったんですが、はいはい、まあ、裁判官の方が、まあ、あの払うと言ってますけどもどうされますかと、あの私が証人になりますがということで、まあ、形は結構なんですけども銀行の口座にちゃんとあのお金振り込まれていて、まあ、その時は手書きだったんですけども、まあ、ちょっと僕の方計算違いでちょっとそれよりも多めにあの、まあ、入ってたりだとか、まあ、そういうことはあったので、その、はい、この間挙げた簡易裁判所の件なのかなのか僕も全然よくわからないんですが、はい、ちょっとね内容的には私も担当であるのはわからないんですが、保護費の減額はできなってないということは言えますね。その保護費の減額っていうのは一体何のことでしょう。それはあの働いた収入が一定あればね、はい、一定あればあのその分保護費が減額されるっていうことなんです。保護費があの減額っていうか、その働いたらその1万5千分は手元にそのまま丸々残って、はい、あとは その割合に応じてじゃないですか。そうです、だからあの、はい、あのはい、どうかにこれ何か差し押さえられてるっていうことなんですか。だからその辺のところ全然そういうことではなく、ではな、はい、なくて、はい、なんか以前も同じような話を僕してたと思うんですよ。でこれ、はい、正直なの、もう皆さん、もうすごく広い範囲で、僕はスポーツの勝ち負けの中心人物だったりすることをよくご存知じゃないですか。で、そういうふうなことも考えたときに、もう高校への見たときに、僕もあのゲームメーカーとかもそうですし、いっぱい話広がっていて、確かにものすごい売り上げを上げているところはいっぱいあるし、マーケティングを実際、世界中に広げてきた人間ですから、だからその辺のところを考えたときに、もう何のお金の流れなんかは全然分かんないんですよ、本当に。はい、はい、はい。それちょっと、あのまあ、平井さんで大丈夫ですか。あの宮田さん、以前宮田さんだったんですけど、宮田さんが来た時に、はいはい、あの、はい、広島の原爆投下の日の、被害者の遺族の方たちに、まあ、出会わせている、うん、まあ、親族みたいな形でよく顔見た平田さんじゃない、あの 宮田さんだったんですよ。で、はい、以前もそういえば僕の担当に就かれる時にその話なら僕も分かるっていうことを宮田さんおっしゃってたんですけども、言葉短すぎて、はい、その広島の件とかの話していて、まあ、その話は分かるじゃなくて、その手合わせたりしてるところとか、それニュースで、ね、それ録画して僕は記憶で覚えてなかった、そのまで 言ってもらっても全然何言われてるか僕の方も分からないんですよ、しっかりした説明をされても。で、まあ、宮田さんそういうことで僕の担当者に疲れた方だったのかと、まあ、そういうことだった。あとでね、その僕もいろんなことを思い出したときに、第二次世界大戦そのものがこれどうやら嘘だなっていうところにたどり着いて、その、はい、僕も8月9日生まれで長崎原爆投下の方向性でいろいろ言ってきて、で黒人初の大統領オバマさんまだ本当に誕生したんですけども、前もってあのフルスラパークでいろんな世界上層部に今後なられたですとか、その場にあのその時の政府上層部の人たちと、まあ、もうそのもう大統領とかそういう国務長官とかそういうレベルの人たちですで、まあ実際になられた理由はしたんですけども、その、はい、絶対僕これこんなこと言っていて、僕の内田さんその第二次世界大戦あるような嘘を言ってしまっていましたの方の人間だと思うんですよ、どちらかというと。だからこれ後からえらいこと言ってしまったの方で、で後からよくよく考えたら、こう沖縄上陸ミッドウェーの海戦と、あと本土の空襲200回以上の
話とかを聞いたときに、これ前も僕、もしかしたら今電話出られてる方も同じ方からも知りませんけど、阪神淡路大震災を経験しましたから、そんなにね、助けられなきゃならない人と助ける側の人の比率、それも自国で、そんなことになったら1960何年にオリンピックなんか開けるわけないですから、これ六法全書のなんか第二次世界大戦に関する嘘に関することはどうのこうのみたいなこと書かれてましたけど、やられたっていう、はい、これね、もうだからもうこの通りに関してもなんかそれはそれで差し押さえられてるんちゃうかなとか、あ、それはないです、ないんですか、過去にこうそういう時期があったのがちょっと数字として残ってるだけなのかもしれないです。不利益にはなっていないです、淡井さんにね。この週じゃあこれは先月の分とかじゃないないようですね。ちょっと今よく言ってると、それだったら本当に働きに行った方、中鴨さんの方の1月の時の、はい、過去の分がそのまま数字として残っているだけで、結果的に保護費の減額は行われていないように見えますね。なのでも消しておきましょうかね、これは。そうですね、これってね、1年間で、はい、ここの収入認定額っていうのは現れてくるものなんでしょうか。はい、会社が税務署とかに報告していれば、そういう年間の収入っていうのは出てくるんですけど、はい、保護としては毎月明細とかね、そういうの出してもらってなるんですけど、はい、結果的にゼロになっていれば、まあ、ちょっと数字としてはそのまま残ったりというケースも これのようにありますね。ごめんなさい、そういう話のされ方をされたら、これ1年じゃなくて、なんか11月かなんて、やっぱり、11月の分ですけど、実際には、そしたらこれ、政府の方で調べてもらって、でその、はいはい、収入申告をしなかったら、これお金の出元僕も全然分かんないですよ。振り込まれた形跡なんてありませんから、はいはい、過去の分が残っているだけのように思えますね。これ収入申告したらさ、手元に1万5000残る話とかでお金が入ってくるとか、なんかそういう、はい、そういうことなのかなとかも思いますし、これちょっと詳しく伺いたいんで、担当それ平井さんね、はい、大丈夫ですか、宮田さん。大丈夫ですけど、はい、どうでしょう、今言ったのは答えかなと思うんですけど、この分がそこに、ね、記載されてしまってるけど、淡井さんは11月に収入があったという意味ではなさそうですね。ああ、なさそうですか。はい、はい、はい。なので、結局、保護費としては全く減額とかもされていない。ということになりますので、その保護費の減額っていうその言葉が入るだけでも頭の中もわけわかんなくなっちゃう。1万5000を超える、はいはい、あ、そういうことですよね、はいはい、1万5000を超えたら保護費が減額されますから、それにはなっていない。1月の時に経費の方が多いのでね、1月は結局休業保障みたいな形になってたんですよ、はい、でそれが、はい、お金として振り込まれなくて、じゃなくなんか厚生年金にかけられてるような形で、はい、明細、まあ、会社の方から明細が来ていて、それを、まあ、そちらの方に、まあ、一応まあこういう風になってるんですけども、ちょっと僕もよく何が何やら訳は分かんないです、はいはい、僕もああいうもの見たの初めてだと思うんですね。だから国民年金基金の考え方でいうと、確かにかけれるといえばかけれますし、お金の元をたどっていくと厚生労働省の傘下ですから、まあ厚生年金の方に回ったのかなっていう、まあ明細も本当はわかりますか。いや、ちょっとそこはわからないですね。わからないですよね。まあまあこれで、はい、まあ、今言えることは、そこに載ってる2万4000いくらっていうのから、その下の2つを引いたらゼロになるので、マイナスになるので、結局保護費として減額していないということは言えますね。だから過去の分がちょっと残ってしまっている
だけかなと思います。経費っていうことは僕の経費のこと。そうですね、おそらくそうだと思います。なんかまあ、例えば、まあ、自分のホームページプロとして人っていうので例えば年間1万6000円ちょっとは支払ったりとかしてるんですけども、経費も どなたかがこれ計算してくれてるっていうことですね。それともそこは分からないです、ね、年金ですか、うん、あ、資産申告したのかもしれませんし、そこはちょっと分からないです。過去の分なのでね、11月の分ではなさそうですね、はい。あ、これ1月の分の金額は僕もね、まあ、これだから書類ちょっと紙で振らないとわからないので、そこは、まあ、あのコンピューターの画面だけは見て、はい、知ってるので2万7000円くらいだったよ、2万7375円でしたっけ。経費が上回ってるので、普通に働いてたとしたらこういうことにな、その経費みたいな話になりますか。普通のその中貨物さんっていうところのスタッドレスの交換の仕事で給与保障の時だったんですけど、それでこういうふうなその経費みたいな話出てきますか。あのさっきおっしゃった健康保険料、はい、を自分で払われたらそれも経費になりますから。ああ、そうなんですか。はい、そっちの分ではまたかもしれないですね。 あのよく最後の月はそういうことがあるんです。あの保険料だけ払ってとかね、そういうことはあるよくあるので、結果的に経費が上回ってゼロになるというのはよく時々あるので、そしたらこれ動画の件ではないっていう考え方 でいいと思いますね。ごめんなさい、なんか去年も聞いたことあるような気がします。本当、本当、まあ、ちょっと推測の部分もありますけど、はい、あの、はい、これあのまあ、伝言とかでこう保存していても3ヶ月だったら消えるんですよ。で、まあ、書類の見方としてあのこの受け答え僕の動画で公開させていただいてもよろしいでしょうか。それでまあ一応記録残せるんですが、はい、それは、はい、ありがとうございます。ご丁寧なご対応、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、失礼します。という内容の、ものだったんですけど、これが、法決定通知書。ちょっと待ってください。ピントを、合わせて、まあ、これぐらい大きくないと無理ですよね。文字近づけて。まあ、この辺のところは、登記加算ということと、まあ、燃料費代みたいな、まあ、年末だからもうちょっと違う正月迎えの意味合いもあるかもしれませんけど、ここの12万いくらじゃなくて、こちらの、生活期末一時扶助っていうことで、まあまあ、けどこれ、まず電気代で消えます。その、冬、どんなに11月頑張っても、12月、1月、2月は、それなりにやっぱり暖房使わなきゃこれ無理なんで、この iPad もあの金属部分があの結構あるので、冷たくなります。本当に本当に。で、これがね、で、あと、ここなんですよ。先ほど話していたのが就労って書かれてたので、この間裁判したものだから、あの何かそういうふうなところ国役所関係とかでこの経費を見た時に、あのまあまあ電話の窓口の方がおっしゃってましたけども、その年金とかもその経費になるっていうような話で、でまあ多分1月休業保障の中貨物さんで働いた時の、まあ、2月に振り込まれた時のことなんじゃないかなというところです。だから一回こう途中で何かいろいろあった時に総裁判所に開けた時に、昔もなんかそういうことならこっちで動くわとか、もうそういうされたらこっちで動くわっていう人のことも結構あるでしょ。皆さんも淡井圭介にこうテレビ出てる、特にテレビ出てる人言ったことあるっていっぱいあるでしょ。それはもう絶対こうなるんですよ。これ一体何が収入なんやろっていうことで、これあ あれ基本的に11月の分とかだったはずなのにとか、なんかあ違うわ1年やわとか、その収入申告とかの話とか全部ごちゃごちゃになるんですよ。
やっぱりプロとして働いてるそのの、もうプロって言い方がいいのかどうか、その正社員として働いてる人で、そのもう、まあ、もっと分かりやすく言うと、その書類に慣れてる人、毎日仕事として取り扱ってる人じゃなかったら、ずっと覚えておくの無理なんですよ。だから生活保護の窓口の人も、動画に公開するっていうことに関して、あっさりとその OK してくれてるっていうことで、まあ、僕もこれ、自分で記録残してなかったら忘れてしまうんで、先ほどの説明でも言ってましたけども、電報メモって気がついたら、3ヶ月で消えてるんですよ。全然記録消えていってるわって、本当に。だからこれもう自分で記録して、つけておくしかないっていうことです。まあこれちょっとね、このお金をそう簡単にすぐ使っちゃうと、今、まあ法基準一応金額上がってますけども、お米の値段もね、1キロ、絹光、340円が今500円いくらなってるから、これもちょっと前、7万円ぐらいだった時とか6万7千円だった時とかもあるんです。6万7千ちょっととかそういう時もあったんですけども、まあ、円安物価高っていうことで、法基準が変わってるだけで、ちょっとあんまり、ね、こう油断していてお金使っちゃうと、こういうこんなね、で電気代これだけのプラスでみんなどうにかできる人います？いないでしょ、絶対。多分ここの生活期末一時扶助、これを分割して、分割というよりも、12月の分が結局電気代引き落とされるのが1月になるわけじゃないですか。だから1、2、3ぐらいのところまではしっかりと物事を見ておかなかったらダメなんですよ。で3月もある程度暖房を使うと思います。でその分は4月に引き落としされます。でこれとこの各月のこの2000いくらで全然これじゃ全然補填にならないです。本当この節約王と言ってもいいぐらいの僕がまだ今年風呂焚いてませんもん。シャワーばかりですよ。っていうのは、風呂を焚こうと思ったら、まあ、すごく少ない量でも140リットルぐらいだと思うんですよ。まあ、普通でもちょっと節約した気分の人、もう毎日風呂入りっぱなしになってしまった人の感覚、160リットルとかで少ないみたいな気分になってしまってた時あるじゃないですか。あの感覚全然間違えてます。本当によく考えた、特に冬場こんなに冷たい水ね、沸かそうと思ったら自分で家のガスのコンロで湯沸かして、鍋で湯沸かしたりしたことぐらいみんなあるから分かるじゃないですか。これ結構時間かかるなと鍋いっぱいぐらいにしたら、まあ、1リットル以上でもいいと思います。結構時間かかるでしょ、蓋しておいても。だからその風呂の湯を沸かすって、これガスの消耗量って1700年代って日本のガスの消費量は今の3分の1ぐらいだったんですよ。3倍になったんですよ。シャアの赤いつ3倍の光線の僕もね、ホンダの NSR っていうのを友達から購入して、まあまあ一時的に購入で誰かお金取り返してくれたような気がするんですけど、まあまああと登録とかは自分で出したと思うんですけどもかね。で離婚局で、まあまあすごくね、加速力のいいものってすごい勢いで燃料なくなるんです。赤いシャアのザクの話、結局これガスの消費量の話やんっていうことになってくるんですよ。だから昔はもっと節約していたっていう話だから、3倍の加速、まあまあちょっと別の動画でね、ワンピースに関する設定の動画でね、レッドバレットっていう技でね、最終的に最後締めくくるっていうような形に、シャンクスさんの件ですよ。まあシャンクスさんのそのまあまあキャラクターにさん付けるのもどうかなと思うんですけど、ごめんなさい。肝心要の人間のシャーズナブルとか、そのシャンクスの声を担当した声優さんの肝心の名前、人間の方の覚えれないんです。ごめんなさい、本当に。もうその方ももうかなり年配の方で、もう70代後半ぐらいだと思います。もう今や役員だ、もうだいぶ前から役員だと思うんですけど、本当皆さん申し訳ないです。
まあ大体声優さんってなかなか名前覚えてくれないです。シャア・アズナブルとかワンピースのシャンクスの声しててもですよ。なんかもう同業者の人たちとかじゃない、なかったなかなかもう一緒に働いた人たち同士でしかこう現場で、まあ、なかなか名前覚えられないですよ。もう人材派遣会社入ってあんなにたくさん人、コロ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 いろんな人が働きに行って全員覚えるなんか絶対無理ですから、そこの現場の担当者の人。時間の経過とともに会社で長く居続ければ居続けるほどもう絶対記録だと思います。以上です。